しっかりお役所の原稿を読ませていただく発言で、就任早々物議を醸した江崎哲すり沖縄北方担当省73が初閣議後に安倍晋三首相から注意を受けていたことが週刊文春の取材で分かった。初閣議の直後には慣例で日本酒が出されるが、酒好きで知られる江崎新大臣に安倍首相は江崎さん飲んだらダメですよと声をかけた。しかし江崎氏は2杯目も口にし、安倍首相は真顔でこう諭したという。ダメだダメだ江崎さん、これから会見なんだから。すると江崎氏は悪びれる様子もなく、これで勢いがついて舌が滑らかになります。さすがに怒った安倍首相はダメだと言って手で罰印を作り、その場が凍りついたという。実は閣議の前の認証式でも、天皇陛下からのドンペリニヨンのシャンパンを江崎氏はグビグビ飲んでいたという。江崎氏は週刊文春の取材に応じ、次のように説明した。酒好きを心配されてる。嫌いな人いないでしょう。ストレスがたまるの。初閣議後に日本酒を2杯飲んだとか。2杯じゃないの。1杯半くらい飲んで、また注ぎに見えたから飲もうと思ったんですが、皆さんがやめろと言われるから。気分を和らげるためだったんです。でも、日本酒を進行するのは全然構わないでしょう。会見などが控えていた。一杯半で酔うような私ではないから。会見で何か酔ったこと言いましたか？本当に失礼極まりない。人格に傷つけることだ。そんな話、誰が言ったかわからんけども、不適任だと言うなら、いつでも私、大臣を辞めてやるから。江崎氏は、一度は任にあらずと自ら入閣を誇示した経緯があり、今後の言動が注目される。